おはようございます。ジレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。まあ、黒ブレグの話をちょっとだけするんですけど、もう皆さんもう黒ブレグちゃんと覚えてますか？分かってますか？何、黒ブレって何っていう話に戻らないですくださいね。はい。で、大会の優勝カードあるじゃないですか。大会の優勝カードがね、まあね、売られてるって話を結構前にしたことがあるんです。まあ、売るなっつってんのっていう話なんですけど、僕からすると。僕からするとそれ売るなって話なんですけど、なんとですね、今の現在価格ね、メルカリで売ってる価格がですね、2万になりました。つまりこれはどういうことかっていうと、2万で優勝カードが手に入るっていう、名声を2万で買えるんです。そんな時代になりましたね。はい。お求めやすくなりましたよね。だいぶ名声もね。黒目の名声ってそんなもんか。はあ、そして、マネマネは。今回の動画の趣旨は少し違います。私は一つですね、物申したいことがございます。〇〇が、凄すぎる。〇〇が、やばすぎた。これね、なんかよ、なんかまあね、これはモンバトの動画に限ったことじゃないんですけど、モンバトでも対応する人が増えまして、なんか気づいたら。なんかね、まあ僕はモンバトの動画をよくエゴさしてるんで、よく見ますけど、なんか強すぎた、やばすぎた、凄すぎた、とかさ、ちっとも凄くない！すごくない。正直、あれはあるべき、形としてあるべき姿であって、ちっともすごくないんですよ。すごくないし、やばくもない。うん。それは組み合わせ、相性の組み合わせなんだから、やばいというか、まあ、それは普通のことであり、普通の事象であるということなんですよ。何が言いたいのかっていうと、私は物申します。例えばね、例として、赤目ドレアムを倒したパーティーがいたとして、それが凄すぎるとかやばすぎるとか言われたら、僕は言います。いや、それお前の実力だろ。というわけで今回はですね、先ほどやり玉にあげました、魔人ダークドレアム。はい。まあ、この、中では最強の大魔王ですね。ぶっちゃけ言いますと。ああ最強って言うとどうだろうな。エルギも結構強い部類に入ってくるような、ラプとか。エルギとかラプ様とかもう、十分強い範疇に入ってくるんで、最強っていうのもまた違ってくるかなと思うんですけど、このダークドレアム、ね、通常赤目ともどもね、一発、この一発撮りで勝とうと思います。おお、いいねーと。いい企画でしょう。あね、凄すぎるとかやばすぎるとかよく言うじゃないですか。あんなね、誇張表現です。あんなのはただの。僕はモンバとやってもう4年経ちます。4年もやってればね、あの普通のプレイ、今回はおしゃれ着も全部解禁しました。はい、今回はおしゃれ着とか SP とかモンスターとか、もうすごく大人気なく、普通のプレイでやります。だから、これで勝っても、すごいわけじゃないし、やばいわけでもないし、強いってわけでもない。純粋に勝ったという、それだけの事象を、皆様にお見せしたいと思います。はい。では、参りましょう。必勝パターンを見つけます。必勝パターンを見つけます。必勝パターンを見つけます。必勝決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 勝ダブル決勝耐えるか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 。うわぁ、
そんなダークドラムに挑むのは、キーストロンドラゴンライダー、ダースドラゴン潮流軍団でございます。いや、考えたよ。他にもいろいろ考えたんだけど、俺らしいパーティーってなんだろうって思ったら、こうなったの。いや、内藤馬之助とかはさ、いらないかなって別に。うん。大丈夫でしょ。こいつは勝てるよ、勝てる。さあ、やってきました。ダーマの奥底。ここにね、今回の旧敵がいます。戦いましょうや。このガチの、自分が考えたガチのパーティー、潮流軍団と魔人、どっちが強いかやり合いましょう。凄すぎるとかやばすぎるとかね、言ってたのにね、僕は異議を申し立てたい。そう、イギアブリって僕は言いたいんですよ。今回はおしゃれ着も全部解禁してるんで、最終奥義も解禁してます、なんと。なんで、とどめボーダー乗せるのがすごく楽ですね。普段に比べて。さあ、行きましょう。で、職はモンスターマスターをチョイスしました。なぜかっていうと、一発撮りでつばぜてほしいっすって、4分くらいの動画になるのを避けるためです。ちょっとチキって、ちょっとチキってんの面白いな。ちょっとここに人間性出るよね。ここでさ、やっぱ主人公出してつばぜも勝ってさ、完勝ってわけじゃなく、モンスターマスターで安定を取ろうとするあたりが俺らしいよな。オーケー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 、大丈夫だ大丈夫だ。しっかり当てればね、全然問題なし。さあ行くぞ、キスコー、氷結流の息吹を見せてやれ。オーケー、294、いいダメージ出てるよ。みんなね、300弱の打点を出せれば十分です。ダークドリオムに対しては。ダークドリオム自体が硬いんで、俺も仕方ないですね。さあ、マジの剣来たよ。お前の打撃耐性でね。あと HP3555 なんで、なかなかやるようだな。ドラゴンとのコンビネーションだ。行くぜ、レゴキリ、せーの、はい、よいしょ。ここで負けたくはないぞ。さすがに。ここで負けたらもう企画がね、成り立たねえんだわ。マジで。大丈夫大丈夫。俺はお前らを信じてる。オッケー。いいよ。おしゃれ着も全解禁してっからね。これで負けるわけにはいかないっすよ。行くぞ。おい、こらー、ダスコちゃーん、ダスコちゃーん、ダスコちゃーん。おー、ギガデインに振ってくる。ギガデインか。ちょっときついか。ちょっとこれはきついな。まあ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 。まだ耐えます。まだ耐えることができますね。はい！オッケー！あ、オッケー！いいよ！大丈夫！ 253 出てるなら大丈夫だ。さあ、凍える吹雪を吐いていく。次のターンは白身ドラムはね、攻撃がほとんどないんで、まあ、おたけびですね。あったとして。あったとしておたけびなんで、問題ないっす。もうね、白目ドラムに関してはね、俺、勝ち確信してます。我、勝ちを確信する。もう勝ちを確信してますよ、僕。波動、まあ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 、それだったら光の玉使っときゃよかったかな。まあまあ、焦らず行きましょうや。俺、勝ちを確信してる、もう。だって最終奥義のラインにもう乗るもん。はい、最終奥義ラインでね、3800になるんで、とどめラインが大体。もう勝ちです。あとは勇気を貯め切るだけ。5ターン目にこいつは例のあれがないので、5ターン目に例のあれはないので、こいつに。まあ優しいですよね。そういう意味では優しい。ただ、火力がえげつないから、もうこれは SP もいらないですね。SP も使わず行きましょう。余裕のよっちゃんですよ。オッケー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 。はい、魔人の剣技ね。まあ、これで大体飛んでいくのが1000は切るかな。まあまあまあ。おー、1000に抑えるんだ。さすがに物理耐性あんね。まあ、超人軍団優秀だからね。耐臭、耐性、耐臭って言っちゃった。耐臭優秀なんだ。体からの匂いが独特なのかな。うん、ダスコ、ダスコ、ダスコ。またか。またまたなのか。さあ、煉獄斬り行くぜ、行くぜ、オッケー、よー、勝ち、はい、勝ちました。まあね、白身は誰でも行きますよ。
シオミヤがこんなことしたらね、もうね、いけないわけがないですよ、このレベルで。問題は次っすよね。うん。本来2400だったとどめの一撃が、2900になるわけですね。最終奥義の力は偉大なり。さあ、行きましょう。今回のお絵玉。赤目ダークドリアム。行きましょう。大会モードではラスボスを務め、ね。ダブルギアスローなど強力な攻撃パターンを持ち、絶望へと追いやる最強の魔人、ダークドリアムです。ここを一発で突破して、まあ、ティナさんは4年もやってるから、まあ、普通にやれば絶対勝てるよねっていうのを証明したいと思います。証明してみせる。さあ、問題は1ターン目に防御するか、2ターン目に、5ターン目に防御するかです。やりだ、ここでね、1ターン目ちょっと様子見ます、僕。こいつなら5ターン目まで耐えられるんじゃないかなって思うんですよね。3555あるんで、HP が。294、いいよ。しっかり当ててもらって。絶技できた!せーの!絶技はね、キースドラゴンが飛ぶんだ!うわぁ、キースドラゴンの防御力がちょっとね、低いんだ。まあ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 、まだ。まだ1000減っただけだ。大丈夫だ。戦法は基本とか、さっきと変わりません。基本的に全員 A でんだね。まあ、会社に出りゃいいなーっていうぐらいのね、感じです。出なくても、とどめ放題で持ってくのは3800なんで、まあ割と余裕あります。さあ、ここ大事よ。波動で来てくれるのはありがたい。ここ波動はありがたいです。ここで魔人の方向からのギガデインとかやったら、結構危ないことになるからね。オッケー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 。いいよいいよ。いい引きしてるよ。コンビネーションだ!行くぜ!連呼切り!よし!あ、来てな!だから、不安要素はお前らが外さないことだ。不安要素はお前らが外してしまうってこと。攻撃を。しっかり当ててもらえばいいだけだからね。攻撃を。アサルトクローと凍える吹雪で300弱出てるんだから。大丈夫だ。いける。オッケー、いいよ。まあ、これがね、モンバと4年やってきた貫禄というものを見せてやりますよ。ギガデインはやべえんだ。威力上がってっからな。線は飛ぶなが。さあ、ギガデイン、はい!うおーい!なかなかいいじゃ、やるじゃねえか。まだね、HP だから1600あるんで、だいぶ余裕ありますよ。とりあえず、とどめのボーダーまで持っていけるかどうかが大事だね。オッケー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 。命中いつも安定していると、いい感じですね。さあ、アサルトグロー。オッケー。はい、オッケー。いいよー。順当に行けば、次のターンにとどめまで行けると思うんだけど。どうかな?さあ、頼むぜ、ドラゴンライダー。煉獄斬り、はい!オッケー、いいよ!いいよ、大丈夫、しっかりでも大丈夫だよ。波動うおーおー、余裕ぶっこいちゃって、そんなにいいのかい?いいのかい?余裕をぶっこいているね、ずいぶん。ずいぶん余裕じゃないか。ね、基本だったら魔人の方向でテンション上げてとか、お前してくんのにね。どうしたの、ダークドラム。調子悪い?今日。どうしたん?もうね、本来でしたら、これ、風のマットすれば勝ちですよ。使いません。使いません。だって使わなくても耐えれますからね。ダブルギガスロー?耐えてみせましょうよ。さあ、来いよ、ダブルギガスローでな。おい、オッケー、来た!さあ、来い!受け止めてやろう!お前の攻撃はすべて受け止めた上で、俺は勝つ!さあ、ダブルギガスロー2投目!瞬せナイション!タイタン!はい、勝ち!
はい、勝ちSP も使わず相手の攻撃をフルに受け止めた上でね、勝利するからかかってこいや必然さあ、参りましょう。ダークドニーを最も恐れた男よ。泳いでなさい。デストムーン召喚イオグランベイイエーイ勝ったさすがにそれオシャレにも何もかもつけど勝てるよ4年やってりゃね、ドリアムがどんなものかっていうのは大体分かってくるんでね。まあ、当然にして、至極当然のことですよ。勝つのはね。